え、40… さあ、残る最後の1枚、三剣狭間 VS、ゼクソバルケンハイン。さあ、このカード何度見たことか。最初に引っ掛けたのはゼクソバルケンハイン。あー、まず橋に運ぶ。まあさっきと同じ、うん、さっきもやったんですよなるほど、あ、大会でで、さっきは三剣さん勝って、おー、なるほど。まあリベンジなるか。お紫投げは抜ける。やっぱね、ジャカ、おーっと、そう、レッセンガーを立てないとやっぱバルケン側がね、はいはい、安定感に欠けちゃうんじゃないかな。あ、これ同技かけても、あっと、やっぱりそうですよね。さあ、オカミが動き回って動き回って、どっか引っ掛ければよしって感じであれね、振り…なんだろう、これね、相手が裏回ったら振り向いてゴミ出てくれるけど、あれ振り向くのね、なしにしてほしい表向いてたらあれ確定取れそうだしあ、裏ね。お、肘を落とした。あー、前転を通してしまったが、これでミスる、ミスる、てか安い、これ。あ、ほら、あと1、ワンチャンある。じゃあ勝てれば勝てる。わっしゃいおっ、アジキープ。これだけは殺しきれない。まだ落ちてめ、投げ足飛んでない。あー、ダメ足出して、なんか、あー、バーストができないさあ、向こうからの煽りがかなりひどくて、ゼクソバルケンハインが一本選手、ジャン引っ掛けだ。ダメ足繋がりすぎだと思うんだよね。いや、まあ、こんなバルケンの悪口言ってもしょうがないかもうこれバースタークしかないと。ああいう力でも、お帰りなさい。この流れまずい。お、逆に画面、ああ、なんか画面打ちの、今回狭間が目の前で使ってたら勝ち、硬直長いから普通に確定をさせると思う。あれ、これオーバーバイ。あーっと、落とした。コンブ、うわー、あー、そっキャラ、ストレートでセクションゲインが私の牙が貴様の首元に届かぬうちに。じゃあラスボスに、ラスボスに、あの、遅れて参加したニョムさんが参加したいって言うんで、エキシビジョンマッチでニョムさんが最後に行きます。ニョムさんの、ニョムさんの勇姿をご覧ください。まあ、頑張れよ。あー、55連勝で止まっちゃった。弱すぎこのキャラ。55連勝しかできねえのか。いやー、しょうがないね。いや、最後ガサ一勝でよかったな。邪説ぬるい、ぬるい。ニョムの下克上パート2。ニョムの下克、まあでもレイチェルはね、まだいけんじゃない、バルケンは。ダメか。いや、ダメか。いや、触っていうかね、お互いこの対策が煮詰まってる人の戦いを見たことがないから分かんないですね。いや、もうでもこれも捕まえた方がって組み合わせでしょ。確かに捕まえた方がっていう組み合わせなんだけど、開幕捕まってるのが必ず尿酸なんだよね。あ、うん、はい、これこれ。あー、なぜフォークを出した。あー、あのね、狼護衛護しいね、うん、羨ましいですね。羨ましいですね。まあ、僕ラグダ使いなんですけど。いやー、狼の方が強いってからの、これは風で逃げられないのかな。逃げられない。当ててダウンを取りたい。リリーでダウン取って風を回復させて帰ろうけどね。ラケを読んで、おいしい、おいしいよ。からの 6A6B 3シージ目変える。前傾は通さない。でもダウン取ろう、ダウン取って、ダウン取って、これからの中段、中段早い、いいですよ、いいですよ。あれね、散々あの PR さんにやれやれって言われて、やれやれって、そうそう、やり始めた。なんでやらないの、むしろなんかね、負けてる人って強いコードを使えてないんだよね。確かに、あんな強いもんないのになぜやらないのか。
あーと、しかしこの流れがやっぱね、やられないと気づかないんじゃないかな。気づかないのかな。確かにそれはあるな。俺も同キャラやりまくるまで結構なんか、ハッとしなかった。確かに、まあそうですよね、同キャラやると自分のキャラがいかに強いかが分かる、そしていかに弱いかも分かる。まあサブキャラ使ってね、次キャラとやるのもいいんですけどね。確かに。かぼちゃが当たったけど噛まれちゃって、これはまだチャンスあるんだけど、なんか移動警備してた、移動警備しましたね。噛み合っちゃってやっぱり取り返されてしまう。ロケ惜しいぞ。この状況で捕まえたいですね。フォークが、あーいかん、やっちゃいけないことをやって、 2C からあんま状況良くない。今回は捕まえる、あるね、あるね。はいはい、練習したはずなのに、あ、リリースドが入って中段見えない。 3C が風がない。あー、ここはガードした方が良かったか。さあ捕まりたくない姫様、捕まりたくないじい様。これはガーキャン噛まれ、噛まれ、芸術化してね。いいレイチェル戦バリア張った方がいいと思うんだよね。お互いバリアマックスだけど。あー捕まっちゃった。なんか 2B にバリ直すると次の攻撃スカルっぽくて、確かに、そこでな、なんかヨムの下克上が始まるんじゃないのか。これはええバリア、だからなんか状況はそれなりに良くなってる。ガーキャン OD 時間を止めて殺しに行った。バウンド、バウンドして逃げろ。当てるんだ弾を、弾を当てるんだ、弾を当てるんだ。ちょっと下克上できたか。 PR さんに65連敗したのはあれ、65連敗したら無駄じゃなかったね。無駄じゃなかった、無駄じゃなかった。あ、ゼクソさん、あれ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 、あ、次アミさん残ってる。あ、アミさんいる。アミさん残ってる。いや、勝っちゃえ、勝っちゃえばいいんです、勝っちゃえば。ここで65連敗してても大会で勝てば関係ないの。確かに関係ない。しかも逆に普段ね、負けてる分煽れるから、まあなんか最近動画ね、これ上げて、なんか、なんで上げたんだろうって思ったんだけど、確かに野村さんにデータ渡すだけでよかった感が確かに。いや、ヨムの下克上が、あっと下克上が、まあまだ始まない。当てにも噛み合ってないぞ。よしと飛ばして、あー、ナメセンスがない。これ当てにのセンスが、耐えろ、ここは耐えるんだ。投げ抜けて、ジャンシート、ジャンビ、アユチ下から、ちょっと風が足りないですね。ナメプです、あれは。ナメプしすぎだろう。絶対あれキャラ隊とかじゃないよ。いや、奇襲危なかったっす。奇襲危なかったっす。でも振り上がった時にはバーストしないとね。まあ、まあ、99% 5C からしか来ないから。弾当たってる、当たってる。シューティング、シューティング、あー通してしまう。まだ死なないかな。逃げて、どうする。PR フステップが出て、あー岸辺マーなめぷされてますよ。ヨムさん、お兄さん見てますよ。お兄さん、お兄さん見てますよ。お前の、お前のそばで秋葉帰りにしか見えないピザが反復よく食べ始めたら切れるだろうっていう2ちゃんのネタがありましたね、なんか。2-2固めて、弾カウンター押しが、押しそうがある。アーミ、アーミさん、ナメプして入れっぱした結果これだよ。押し、読んでる、読んでるんだけど、ダメだった。これで5000減っちゃった。ひどいことになってる。落として、どうする。ロケテックガードつなげて、ご指示め、さあ何で来るか。風を回復させて、おいしい、まだ助かる。あー、まだ死なない。円まで追ってくる。ゲージがないぞ、白面が。
投げるけどダリア当たる。今ジャンディ出せなかったかな。ジャンディ出せなかったかな。が F 式ガードしてバースト強要。なあボーッとしてる。シップ当たるわけない。6尾ガード。やばい、鍋プリも程がある。あー鍋プレイからし、あー殺した。ちょっと焦った、ちょっと焦った、ちょっと焦った、ちょっと焦った今。アメンさん、さあ1本取り返した。リトルじゃない、リトルじゃねえ、リトルさん、ニョムさんだった。カボチャ裏ガードしている。レンガかな、当て身で鍋プレイをしようとしている。あー前ジャンプ出てない。ガードして、なあ鍋プレイです。これはゆり完全にフリフレームなのに8フレの技出してる。まあ 2D に酔わせてる。 2D が怖いからってことですね。あー体力リードが広がってしまう。投げ抜けてうまいぞ。がこれ危ない。がここで捕まえて走り行く。あるであるで、これセットプレーでこうしたいね。あー危ない。あーまだ生きてる。はめたい、はめたい。レイチェル、レイチェルがはめたいけど、これ結局なんか最後の方でバースト相手溜まってね、かなり状況が悪くなるんだよね。あ今危なかったですよ。ヨシシップで死んでたよ。あーあー惜しい。ナメプにも程があるこのキャラ。はい、あーでも指導補正が悪い。さあ中断取って、いける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 。なんで使うんだ。いやまだまだ、ああ今のバーストもナメプだった。今飛んでジャンプした時に相手6ビス勝ってたんで、もうジャンニシーで果敢取るべきだった。うん、絶対取れた今のは。なるほど、その差し合いがね、残念でした。頑張った、頑張った頑張った。じゃあ今日はこれで終わりかな。じゃあ武藤先生、締めの言葉を、締めの言葉を武藤先生に。今日はありがとうございました。今日、今日は遠くから、福岡から来てくれた方々もいたんで、また西日暮里に、いろんな人が集まってきてほしいんで、またお願いします。今日はありがとうございました。ハハハ。